はい、やりましょうか。ローマ数字なんですけども、この前なんか授業やってたらね、こういうの出てきたわけよ。そしたら、結構読めないんだよね。フランスのルイ14世かな。これ14って読むんだけどね。例の、なんか、身長が確か160センチぐらいしかなくて、あの人がそのハイヒールを広めたっていうか、ね。そういう王様なんだけども、太陽王っていうのかな、その人なんだけども、これさ、まあこれ14って読むのは何でかっていうと、ここの X が10なんでね、ここの V っていうのが5なんでね、これで5の左に書いてある1はこれ引くって意味なんでね、右に書いたら足す、左に書いたら引くって意味なんだけども、だから14なんでね、ルイ・ザ・フォーティーンスって読むんでね。フォー・ティーンスか、ね。こういうふうに、例えばエリザベス・ザ・セカンドって言ったらエリザベス2世ってことよ。ね、ザつけて、これで何？助数で書くと、ね。ちょっとローマ数字すぐわかると思うからやってみますわ。ね、まあ、これは誰でも知ってるでしょ。1、2、3。これで打つときはね、入力するときは、I って書いて、I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  でいいですから、ね。4はどう書くかっていうと、こう書いてる場合もあるけど、時計とかだよね。でも正式には、こうなんでね。5-1って書くわけよ。これが5。これで1だよね。で、これが5でしょ。6はもうどう書くか分かるでしょ？ 5 プラス1だよね。7も同じ。こう。8も同じ。とは9からはどうなるかっていうと、どうなるかっていうと、9は10引く1じゃない。だからこっちに1書いて、ここで10って書くんだよね。だから覚えるのはね、1、まあ、これはわかるよね。棒の数が数字なんだと。ほで、あと5、ね、10。それさえわかれば、まあ、大体書けるわけよ。ここまでは知ってるけどね、その後結構知らない人いるんだよね。Lucy can't drink milk。ルーシーはミルクを飲めないと。Lucy can't drink milk。これ何かっていうと、覚え方なのね。10はいいんだけども、ルーシーの L が50、ほで C が100、ほでドリンクの D が500、ほでミルクが、なんだっけ、1000か。ね。だからこうやってよく覚えるんだけどね。11からいくよ。11はどうやるかっていうと、11だから10書いて1か。12はどう書くかっていうと、10書いて2だよね。14は10書いて、ほいで、5引く1だから、こうか。ね。15。16。16。18。18。19は10って書いて、で、これで20じゃない。ね。これで、こっちから1引いていけばいいんでね。これはダメね。これは。これで20なんだけど、20から1引けっていうことは、これはダメね。ね。これで、そっか、20か。これで29は20って書いて、これでまた9だからこうか。わかる？ 36。36は30って書いて、ほいで6だから5か。ちょっと合ってるか見てみようか。合ってるよね。その次、49からね。49は今度は50だからさ、50はルーシーでしょ。ルーシー can't drink milk のルーシーでね。だから50は、49か。49はどうするかっていうと、
これもさ、50はこれだから、あとここから1引いちゃえっていうんで、こう書くのはダメなのね。まず40って書いて、40はこれでしょ？ 50 引く10でしょ？だから40、こうなるな。9はこうじゃない。難しいよね。ちょっとめんどくさいけどね。まあ、67。60は、これで50でしょ？これで60でしょ？ 7 だからこうなんでね。77。これで70でね。これ7はこうか。99。99も、Lucy can't だから、これが100だよね。C がね。だから、まあ、こう書きたいとこだけどね。これダメなのね。90だから、まず、90はどうやるかっていうと、こうだよね。100引く10。これで9だから、また、こうか。99。これと同じだね。100は C。これで136。136か。その次、365。365。どうやるんだろう。360は、これか。あ、違う。これか。65か。645。600だから、今度は500ってのが欲しいよね。500は Lucy can't drink だから D だよね。これで500。これで600だからこうか。これで40だから、わかる？ 40。50から10引けばいいんだからこうか。45か。いい国作ろう、鎌倉幕府とかやつね。ああ、これ、まあ、今歴史の教科書違うんだってね、これ。鎌倉幕府できたのね。昔はこう言ったんだけどね。まあ、1192ね。1000だから M だよね。ほんで、100だからこれだよね。90だから、100から10を引けばいいんだから、これか。90。あと2は簡単でね。こうか。2018年。今年ね、2000、そういえば、年号とかね、こういうのも、ローマ数字で書いてあることあるじゃない。ね、建物とかの、なんていうんだっけ、礎石っていうんだっけ、ああいうとことかね、あるいは、この会社が何年にできたとかさ、ね、そういう時、こんな、ローマ数字使って書いてあるよね。2000の18か。18だから10はこれか。で、8はこれか。な。簡単。その次、ローマ数字は三要数字に。三要数字はローマ数字に直してください。三要数字でいいのかな、言葉ね。アラビア数字って言ってもいいのかな。アラビア数字と三要数字の違いよくわかんないんだけども。まあ、とりあえずやりましょう。あ、ちょっとその前に答え合わせ。合ってるよね。これは何かっていうと、Lucy can't drink milk だから、Lucy は50だってね。50と、で、これが、V が5で、これで1で、56か。これでね。これで、今度は30。これで5だよね。35。これで今度は50と1、2、3、80か。これでこれが90だから89か。その次、200だよね。200。今度は100引く10だから90。これで9か。299。これで DCCXIII だから D は500だから500、600、700。違う。800か。これ3つだよね。ごめんごめん。813か。そうだね。ほんで、その次が、700だよね。700、
94か。その次、10でね、これで8か、18。その次、12。12はどうだっけ？これか。これね。その次、123。100だからこれか。これで20だからこれか。これで3だからこれか。その次、1234。1230。そうやね。4。これでこうか。これで合ってんのかな？そうだよね。100%に、ちょっと待って。123ってなんで？ああ、そうか、1個。1が抜けてたんでね。こんな感じだからね、簡単でしょ？で、やろうと思えば、ああ、そうか。ちょっと待ってね。練習問題も結構作ってあり、ああ、でも33問しかないな。これ、ね、こんな風にやってみて。なんだっけ、100、何？ 61 か。161だよね。こんな風に書いて、ね、やってみてください。あるいは結構、外部リンクなんだけども、これはね、この3つはね、この3つか。この2つか。なんていうの？小学校、中学生、中学校のその算数の、サイトなんだけどね。これで結構練習問題いろいろできるわけよ。その中でローマ数字とかもやってるから、やればどうかな。あとは、ローマ数字の、まあ、説明だよね。シンプルウィキっていうのはあるんだけどね。ウィキペディアなんだけども、ちょっと開くと、これかな。ローマンニューマロっていうのなんだけども、ほら、ウィキペディアって結構難しいでしょう。普通だったら。でも、まあ、シンプルイングリッシュで書いてあるから、語数制限があるわけよ。だから結構簡単な英語で書いてありますから、これだったらわかりやすいと思うのね。ね。やってみてください。ああ、見てみてください。ね。ということで、ローマ数字。まあ、一旦覚えればね、もう、ちょっと、これで使う練習すればできるからさ。Louis the 14th。あ、そうか。これ、ルイスって読む人いるけども、フランス語だからね。S は読まないわけね。そうだよね。ルイだよね。ルイ。はい。ということで、終わりましょう。